スレ比較、開幕前と現在の大竹選手の評価。あれがあれであれやからね、大竹くんにあれ的に期待しとるよ、マオン。甲子園で負けた藤浪とチームメイトなるんか。ソフトバンクから阪神に来た移籍組はまだ痛い有料物件。なんかちゃうような優勝したいっていうのが普通やろ。みんな逆に変な気を使ってるわ。意気込みなのに抽象的な言葉を使うとかどんだけ岡田好きやねんな。阪神の投手陣は12球団指折りだから、ソフトバンクでダメなら阪神でも厳しいと思う。各辺に期待するしかない。ローテ投手だったのは3年前。その後はほぼファーム。ファームでは78イニング以上投げてるから壊れてはいない。人数はいる SB のローテ争いに勝てなかったってとこかな。ソフトバンクから阪神へ移籍組は A。 ソフトバンクで先発ローテーションを任されたこともあるんでしょ。伊藤翔が故障でもしたら先発抜擢もあるかもしれない。左腕かもよ。まあまあ一度見てみたい。SB 戦力外阪神のスアレスが2年連続セーブ王だもんな。たまには梶谷廉と渡辺裕太のことも思い出してあげてください。特に渡辺の活躍は大竹にとっても参考になるんじゃね。早稲田だから取ってやっただけやで。おーん、いかがでしたか。いい投手なのは知っているが、正直戦力になるかは微妙といった反応が多い印象でした。続いてはセリーグ優勝後の大竹選手の評価です。大竹耕太郎神、10勝2敗防御率 2.14K、 BB9.25、 ホイップ 0.99。 これ出したソフバン顔文字笑い。もはやセリーグのバランス壊してるやん。小沢もそうだっけ。阪神はずっとトレード打診してたらしいな。地元九州の高校と早稲田大に不義理した挙句エースが有原っておかしいよ。SB と中日は余裕あるからって選手ばらまいてくれて助かるわね。高橋礼と純平と杉山も持って行ってくれ。 SB にいる限りどうにもならん。大竹は坂本誠志郎にガチで依存してるから、坂本の影響でかかったんちゃうか。これで引退後も阪神関係の仕事回ってきて安泰ですやん。かかへんっぽいけど、各辺で KBB9.25 とかあるんか。勝った時にご褒美で焼肉食いに行くって話聞いてから妙に好きになったわ。ご視聴ありがとうございました。阪神の有益情報や南ジェイの反応などをまとめていきます。チャンネル登録お願いします。